みんな元気？私が登場したムービー、オタク女子のハロウィンはもう見てくれた？今日は私の部屋の窓をどうやって作ったのかお見せするよ。鍵も開くし、ちゃんと網戸もあるんだよ。窓ガラスにはタミヤの透明プラバン2ミリ厚を使いました。理想の大きさにカットし、斜めに置いて、カッター台のマス目を利用し、ラインチゼルでラインを引き、模様を入れました。窓枠には 0.5 ミリ厚のプラ板を使い、余白を5ミリくらい残して透明ガラスを貼り付けました。窓をはめるサッシには1ミリ厚のプラ板を使い、ガタ面に切れ目を入れて L 字に折り曲げたものを重ねて作りました。この L 字部分にさっき作った窓枠の余白部分を最後にはめます。形ができたので、マスキングテープで目張りし、シルバーに塗りました。窓鍵には肉厚プラパイプを使用しました。2ミリくらいにカットしたものをさらにカットします。プラ板を丸くカットし、プラパイプがぴったりはまるようにしました。細く切ったプラ板がはまるようにさらにカットし、ヤスリで整えて接着します。ピンバイスで鍵と窓枠に穴を開けます。ピン針を半分にカットしたものを刺して留めました。網戸には本物の網戸の網を使いました。窓枠にしたプラ板に切った本物の網戸の網を挟んで接着します。目張りをしてシルバーに塗りました。窓をサッシに入れます。鍵付き窓が完成しました。次はカーテンレールをどうやって作ったのかをお見せするよ。カーテンレールには鍵作りに使った肉厚プラパイプを使用しました。カッター台に動かないように目張りし、真ん中を切り取りました。切ったところをヤスリがけして整えます。次に2ミリ丸棒を5ミリくらいに10個カットします。ネジ付きの金具をカットした丸棒にネジ留めました。とても難しかったです。窓枠より少し大きめにカットしたプラ板にレールを接着しました。そこにさっき作った金具を10個全部入れます。両端の2つは接着して金具が落ちないようにしました。これを窓の上に接着します。
カーテンレールの金具は左右に動かすことができます。次は部屋の土台を作る様子をお見せするよ。ダイソーのデスクパーテーションにダイソーのリメイクテープを壁紙にして貼っていきます。シワにならないように貼るのは少し難しいですが、マスキングテープのように剥がしやすいので剥がして貼り直すことができます。全体に貼り終えた後、外側にも違う柄のリメイクシートを貼りました。窓をはめる部分を切り抜きます。切り抜いたところに窓をはめ込み、裏板で枠をつけ、抜け落ちないように固定しました。1ミリ厚のプラ板と2ミリ角棒でカーテンのふさかけを作っています。ふさかけが完成したので、窓枠に貼り付けて完成です。そうやってこの窓は作られたんだよ。ちなみに、ここに置いてある浜田ロボとウッディの箱も手作りなんだよ。私の動きは1秒間に34枚の静止画からコマ撮ってるんだ。それじゃ、またねー。